今日はティアドリーム着せ替えぷくぷくシールワールドでモモアとティアラとミントを可愛くお着替えさせてみるよ。全部でシールは159枚。アイドルになれちゃう可愛いシールがいっぱいだよ。どんなシールが入ってるんだろう。開けてみるよ。うわー、キラキラで可愛いシールがいっぱいだ。見て見て、とっても可愛い。どのコーディネートさせようか迷っちゃう。まずはモモアから可愛くコーディネートしていくよ。どのお洋服を着替えさせようかな。このステージにモモアをペタッと貼ってお着替えさせていくよ。モモアに一番似合いそうなドレスはどれかな。あ、このドレスかわいい。キャンディーの絵が描いてあるよ。よし、このドレスをまずはお着替えさせてみよう。モモアに似合うかな。わあ、とってもかわいいドレスだね。このキャンディーのドレスに似合うのはこの大きなリボン。このリボンをここにつけて、あとはこの靴、こっちと左右の色が違うんだね、かわいい。あとはキャンディーを持って、音楽に合わせて歌って踊っちゃおう。かわいいキャンディーコーディネート出来上がり。これもかわいいけど、別のお洋服にも着替えさせてみようと。この上下が分かれているスカートのお洋服はどうかな。よし、このお洋服にお着替えさせてみるよ。まずは上、キラキラのお花がついてます。よいしょっと。次はスカート、ピンクの水玉のフリフリのスカートだね。スカートをこの下に着せて、うん、素敵なコーディネート。靴と靴下はこっちよりもこの方が似合ってるかな。アクセサリーはリボンも可愛いけど、このカチューシャにしてみよう。キャンディーを外して、手には手袋、お星様、ハート。わあ、このコーディネートかわいい。モモアはこのコーディネートにしてみようっと。モモアのコーディネートが決まったので、次はティアラのコーディネート。元気いっぱいのティアラにはどんなコーディネートさせちゃおうかな。あ、この水着風のトロピカルなコーディネートかわいい。よし、お着替えさせてみようっと。下の短パンにはフルーツがいっぱいついてるよ。このスタイルすごいかわいい。あとは靴だね。サンダルを履いて、
これはネックレスにしよう。よいしょ。貝はアクセサリーにしちゃえ。ちっちゃな貝も置いて、ティアラの元気いっぱいトロピカルコーディネートの出来上がり。すっごくかわいい。わあ、このお洋服素敵。サンダルも似合ってるね。でもライブだからもうちょっとフリフリのドレスも着てみよう。今度はこのドレスに挑戦してみるよ。このお洋服を脱いで、サンダルも脱いで、貝殻も外して、よし、このお洋服を着てみよう。まずは洋服の上、次に、わー、かわいい、お星様がついたスカート、このスカートも履いてみよう。靴はこの黄色いブーツ、よいしょ。手袋もはめて、お星様のカチューシャ、この帽子も可愛いよね。どっちが似合うかな。こっちも似合うし、こっちも似合う。全体的なコーディネートを見ると、このカチューシャかな。元気いっぱいティアラのコーディネート出来上がり。次はミントをコーディネートしてみるよ。ミントに似合うお洋服はどれかな。あー、このカラフルなスカート素敵。ハイビスカスもついてる。よし、この水着風の衣装を着せてみよう。すっごくかわいいね。貝にヒトデにハイビスカス、頭にはお花と貝のアクセサリー、首には貝のネックレスに、足はこのサンダルを履かせてみるよ。よいしょ。ミントのこのコーディネートも素敵だね。これも素敵だけど、ドレス風のコーディネートも着替えしてみよう。お洋服を脱いで、アクセサリーも取って、サンダルも外して、と、この緑色のドレスにお着替えしてみるよ。このドレスも貝殻がついてて、海のテーマにしてるのかな。よいしょ。わー素敵。あとは白いブーツ、これにはさくらんぼがついてるね。うん、やっぱりこの衣装も似合ってる。アクセサリーにはこれ、これをかぶせて、3人のコーディネート出来上がり。どう？あとは3人ともマイクを持って、歌って踊ってかわいいライブをしちゃおう。みんなは誰のどのお洋服が好き？どのコーディネートもとってもかわいかったよね。ティアドリームみたいに私たちもかわいくライブしてみたいな。
アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。